皆さんこんにちは、二児の父花江夏樹です。皆さんこんにちは、旦那小野賢章ですよ、旦那よ。今日は賢章さん、はい、久しぶりに、うん、もう収録形式で、そうね、ホラーゲームをプレイしていこうじゃないかと。夏の終わりにね。そうですね、滑り込みホラーですよ。あ、確かに今年やってなかったもんね。そうなんですよね。プレイするのが、はい、マッドファーザー。あー、なるほど、はい。あ、これ分かってます？あれでしょ、はい、光沢のない父ってことだよねマットなねマットなマットなね、うん、まあながち間違ってないなかもしれないですね。僕もね、うん、よくは知ってないんですけど、うんうん、これもともとフリーゲームで、結構有名だったのがリメイクされて、うん、あ、そうなんだ、有料版となって、出てきたということ。あら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 、はい、結構有名なんだね。じゃあみたいですね。お、はい、なのでちょっと今回は、はいはい、2D のね、うん、ゲームなので賢章さんでも、うん、全然操作できちゃうぞと。ああ、なるほどね、はい、はいはいはい、はい、僕のこの配慮が今回このゲーム選びにもあ、そうなの。俺も結構やれるよ。いや、ダメっす。え、ダメっす。まだ 3D はまだ賢章さん早い 早い早いっす。え、嘘、まだ修行が足りないっす。あ、本当？はい、じゃあちょっとやっていきましょう。いきますか、はい、ニューゲームで。ニューゲームお願いします。はい、シナリオを選択してください。おお、なるほどね。まずはノーマル。いや、ノーマル、ハードノーマルでいい。絶対ノーマルしかクリアできないんだから。いや、なめられたもんだぜプロローグ見ましょう。いや、プロローグ見ましょうよ。はい、はい、始める。お願いします。はい、プロローグ始める。よし、結構ノベル的要素もあるので。あ、なるほど、ね、まあ我々のこう声優力をね、はいはいはい、うわ、なんだこれ、なんか今ちょっと急に怖い感じ出てきた。怖いっすね、うん、声優力も声優力を見せつつね、はいはいはい、やっていきましょうよ。緊張してきたな。じゃあ、でも結構怖いね。怖そうですね。でもなんかすごい急に怖そうな感じ出てきました、ね、始まりって感じだね、うん、オープニングです、はい、今からこの人、これは人形かな。人形っぽいな、うん、これなんていう人形なの。これ、これですか、うん、シンディ。シンディね、はい、僕の、うんうん、ファーストインプレッション、シンディ。シンディね。シンディです。あ、はいはいはい、俺のファーストインプレッションはあれだな、はい、キャンディ。ちょっと真似してるし花ちゃんのインスピレーションか、ね、シンディかキャンディ、うん、キャンディかどっちか。結構だよね、最初にスタッフさんとか ね、最初スタッフパターンだ、うんうん、はいはいはい。お、お、いいよ、始まった。あー、もうこれはもう錬金してますよ。これ錬金術。うん、本当にこれは完全に錬金、錬金術の本と後ろのこの人形は、これは錬金術で作り出された。そう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 、作り出そうとしてる、うん、うわ、もう完全に、あ、もう見えたな。見えた、うん、大筋が、大筋見えました。すごいっすね。で、これであれでしょ、はい、マッドファーザーだから、はい、主人公女子高生なんだけど、ほう、お父さんは、はい、お母さんを錬金しようとしてます、うん、はぁ、来ました。そういうね、お母さんと生き別れちゃって、うん、娘を喜ばせるために、うん、お母さんを蘇生させるみたいな、うん、絶対違いますよ絶対違いますよ絶対違うか絶対違うよ。嘘、そんな浅くない、そんな浅いっすよ、それ浅いかまだまだか。じゃあやっぱ 2D だな、うん、そうですね、まだ 2G っすね。でもこれ 2D でもやっぱりその練り込まれたね、うん、シナリオとか、うんうんうん、ていうか絵がすごいいいね。ね、うん、楽しみだな、うん、綺麗で、お、始まる。来た来た、マッドファーザー、レッツゴー。 OK、 でもまあ今んとこ全然怖くないねそりゃそうでしょ、うん、そりゃそうでしょ、まだ嘘、まだっすよ、まだか。そんないきなり、うん、やっぱ積み重ねて怖くするんじゃないですか。ああ、じわじわとね、はい、あ、来た。お、じゃあちょっとお願いします。行きます。お父さんまだまだキャラもちゃんと見てないのに、あ、でも女性、うん、はい、お父さんまだいるの。それでずっと行くんですかこの子多分主人公なんでずっと喋りますよ。お父さん、あ、ちょっと落とした。あ、いや、ここに来てはいけないといつも言っているだろう。これマッドファーザー、ね、ファーザーっぽいな、うん、ていうか日本じゃないんだね。あ、ですね、うん、でもアヤなんだね、名前 ね、うん、ということは日本から来てるのかな、はい、ごめんなさい、うん、かわいい。でも一人で寝るのが怖くて。あ、かわいい。あ、いや、大丈夫、お前は一人じゃない。膝ついてね、ちゃんと目線合わせて。
お前のそばにはいつも亡くなった母さんがついてる。すげえ来たよ。すごい、うん、これもう知ってた。ここで終わりでいいんじゃない。いや、ダメだ。確かめましょうよ。すごい、母さんはいつだってアヤのことを見守っているんだよ。だから安心して眠りなさい。はい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 、はい、いいお父さんですね、うん、いい子だ。あ、いい子。でも本当になんかそういうのあるのかもしれないな、はい、ね、お父さん明日は、ああ、明日は母さんの一周忌。ああそうなんだね、最近だったんだね。明日二人で墓参りに行こうな。うん、お、さ、早くベッドに戻りなさい。父さんも後から行くから。はい。ちょっとね、うん、ちょっと抜けてる感じの子なのかな、うん、金翔さんやると。ちょっとやめてくれー、やだー、あー、助けてくれー、助けてくれなんで置いていくの、どういうことってことは違うよ、今のマットファーザーのセリフじゃなくて、うん、マットファーザーに、うん、その人体実験されてる方だ、るで知ってるんだね。うわー、私は父の秘密を知っている。私の父は科学者でした。研究が大好きで、いつも地下の研究室に閉じこもっているんです。その研究室からいつも聞こえてくる動物や人間の姫、幼かった私でも父がしていることは理解できました。だから私は I can't see。 そこちょっとね、海外要素をね、舞台がね、 I don't know、 I don't hear。 I don't know。 なるほどね、これを通訳して日本語で我々聞いてるのか、うんうん、I love father。 お父さんが大好きだったから言い出せないと、うん、I know my father's secret。 それだけじゃない。もう諦めた。父は母と私のいない場所で、うん、助手のあの人と、うん、助手のあの人と、あ、わ、貴重なサンプルが取れたな。あ、来た。残りの素材はすべて私が処分しておきます。ちょっと怖いな、なんかちょっと人形っぽいね、うん、そんなものは後でいい。え、おいでマリア。教授。ただならぬ、ただならぬ関係だ。あ、教授、あ、マリア、彼女、私たちの関係に気づいていますよ。人形じゃないのかな、ね、なに、問題ないさ。うわ、ファーザー、ファーザー。ですが私、彼女にあまり気に入られていないようです。まあそりゃこんなことやってたらな、ね、うん、あの子ももうすぐ11になる。ああ、11歳なんだね。難しい年頃だから仕方がないさ。いや、そういう問題じゃないだろう、うん、あの子には優しく接してやってくれ。いや、無理だろう。くれぐれも傷つけないでくれよ。わあ、あの子も私の大事な。まさか、やばいよこれ。なんだ、事実来るよ。来る、衝撃の。あ、言わないんかい。いいね、知りたい。何今、なんか見た、見逃した。一瞬ちょっとチラって、やばい顔があったよ今。映りましたね。まだ大丈夫、まだ大丈夫。あや、来た、あや来た。あや、ね、眠れないんだね、うん。12時の鐘が鳴ったわ。行こう。今日はお母さんが天国へ旅立った日。あ、ね、一周期ね。お母さん、うん、会いたい。お、あ、あ、ちょっとボイスがちょっとある。お、やっぱ可愛いね。そうね、うん、これちょっと真似しつつ。お母さんのこと考えたら眠れなくなっちゃった。あ、いいっすよ、いいっすよ。可愛い、可愛い。お、部屋を探索する。はいはいはい。あ、いいですね、こういう。まだ寝たくない。うん。うん、ちょっとセクシーだな。お気に入りの人形。お気に入りの人形。あれでも、あれ、これ似てるね。シンディじゃない。あ、シンディ、うん、キャンディ、シンディキャンディ。うん、あ、お父さんにもらったお人形、あ、ボロボロになっちゃったな。あ、なるほどね。すごい憂いを帯びてますね、うん。でも11歳で12時でさ、うん、こんな広い部屋一人って、確かに怖いよな。あやにプレゼントを持ってきたぞ。わー、お人形。さらに若い。お父さん、ありがとう。
でもなんかちょっと怖いな、ね、結構リアルっすよねこの人形目が。綺麗なお人形、なんだか生きてるみたい。うん、生きてるみたい、うん、生きて、いいね、絶対生きてるでしょ。っていうことは生きてるでしょ。この人形が味方になってくれて、ま、さか一緒に復讐してくれるとか、うん、まあ、復讐というかなんかね、味方になってくれるのかな、はいはい、お気に入りの洋服ダンス。童話赤目の怪人。なんか落ちた。なんだなんだなんだろうこれ、うん、ジェムジェムは様々な場所に隠されています、はい、また特殊なイベントをこなすと手に入ることがあります。なるほど。入手したジェムの数はメニュー画面で確認できます、うん、全て集めると。お、ああ20個なんだ。結構あるね。なんか最初のモードが解放される条件とかなんですかね、うん、あ、ペットのスノーボール。ペットなんだね、うん、ぐっすり眠っている。スノーボールかわいいな。もうない、なさそうか。右側のその写真立ては、あ、お母さんか。あ、これはあれですね。え、めちゃめちゃ綺麗。私どうしたらいいの、うん、お父さんのことは大好きだけど、うん、そうだよね、まあ、そうだよな、あの人が怖い。そうだよね、そうよね、うん、あの人ね、私のことをいつも怖い目で見てくるの。え、マリアか。あ、マリアだね。私あの人は嫌いです、うん、でもお父さんはあの人のことが好きみたい、まあ、お父さんが好きだったら応援してあげるべき、うん、もしお父さんがあの人と結婚したら、うん、私はあの人のことをどうするかわからない。もう本音が。私あの人がお母さんになるのは嫌、うん、新しいお母さんなんか欲しくない、ね、このお母さんなんかすごい優しそうですよね。うん、目がなんか包み込んでくれそうだよね。私にとってお母さんは世界に一人だけだもの、うん、お母さん、あ、やっぱりね。どうして私を置いていなくなっちゃったの。11歳だからね。亡くなってない。あ、まあ亡くなってるのか。いや、亡くなってはいるんじゃないですか、ね、やっぱ、うん、なんかを察知したよ、うん、はっ、部屋が急に冷たくなったわ。なんだなんだか怖い。ベッドに戻ろう。寝よ寝よ。やばいやばい、変な音する。怖い怖い怖い。スノーボールはぐっすり眠っている。ベッドベッドベッド早くベッド早くベッド早く。テンパりすぎでしょ。はあ、1日目が1日目が終了、うん、あ、過去のお父さんとの歌ってますね。ラララ、あやは歌が上手だな。ラララララララ、お花畑です。お父さん、もう振り向いてもいい、うん、もう少し待ってくれ。あとはここをこうして。ラララ、よし、できたぞ。ラララ、はい。お花の冠？いや、これは嬉しいよ。お父さん、似合ってる？ああ、よく似合ってるよ。お父さん、ありがとう！うわ、これはもうお父さん嬉しいね、うん。いつも遊んでやれなくてすまないな。お父さん。研究してんのかな？いいの。今日はね、久しぶりにお父さんと遊べて嬉しかった。あら、珍しい。二人で遊んでいらしたの？あ、お母さん、見て、お父さんがお花の冠作ってくれたの。まあ素敵、とってもよく似合ってるわよ、あや。今日は一日中お父さんと遊んでいたのね。うん、お父さん、また遊んでね。ああ、そうだな、今度は父さんも今度は母さんも一緒に三人で遊ぼう。まあ楽しみにして。あ、体が ね。お母さん、ごめんなさい。いつもの発作が。君は体が弱いんだから、あまり無理はしないでくれよ。マリアから薬をもらってきなさい。あ、もうこの時からマリアいたんだ。なるほどね。薬を飲めば少しは楽になるだろう。いえ、薬ぐらい自分で取りに行けます。あ、結構ね。お母さん、苦しいの？これお母さんも大丈夫？お母さんもマリアのことそんな好きじゃないんじゃないかな。ごめんね、心配かけて。お母さんは大丈夫よ。だからほら、そんなに心配そうな顔しないで。アヤの笑顔がお母さんの元気の源なんだから。アヤには笑顔でいてもらわないとお母さん困っちゃうわ。お母さん。ためたな。
お母さん素敵だな。さ、もうすぐ夕飯の時間だから戻りましょう。今日はアヤの大好きなハンバーグステーキを作ったのよ。お母さんのハンバーグ大好き。めちゃめちゃ喜んでくれるね、お父さん。あはは、そうだな、父さんもハンバーグ大好き。もういい家族ですね。あの頃は幸せだった。やさぐれたな。マリアのこともあったけど、それでも家族3人、あれ、これお母さんだね。お母さんと。それでも家族3人でいるときは幸せだったの。それなのに、あ、違う、あれ違う、アヤだわ。それなのにお母さんは病気で亡くなってしまった。あの頃の幸せはもう、うん、お父さんはだからお母さんがね、精神的な支えでもあったんでしょうね、きっとね。そうだね。え、何、誰の声、今の悲鳴もしかしてお父さん、どうしちゃったの。行こう行こう行こう、怖いよ。何かあったんだわ。お父さんのところへ行ってみよう、行きましょう。スノーボールはぐっすりと眠る。もうずっと寝てるんだから。このウサギ、何回も話しかけるんじゃねえよ。ウサギ起きろ。何回も話しかけるんじゃねえ、行ってこいよ。よし行くか、行こう。嫌な予感がする。そうだね、でも行かなきゃね。すげえ気になる。なんだ、何の音、何何、どうした、なんだこれ、何、何の音。うわあ、やばい、ゾンビだ、やば、人形だ、怖い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 、やばいやばいやばい、やだ、すごい、来ないで。エクソシストみたいな人もいる。こっちだ、誰、全部やるじゃん、こっちに来るんだ、全部やる、向こうから聞こえる。もう、ちょっとなんかいい役っぽいな、ずるいな。なんで主役もなんかいい役もやるんですか。あ、ちょっとイケメン、イケメンじゃない、絶対イケメンだよ。あなた誰、うわっ、うらやましい。いいっすよ、やって。え、うそ。え、じゃあ僕やってやりますよ。いいっすか、いいっすか、やってやってやって。おいで。あ、誰なの、僕についてきて。わぁ。うわぁ。あ、匂う。うわ、これ、ソーマ、ソーマがやりそうだな。さあ、こっちだ。いや、あー、あー、そうよね。行くしかない。行くしかない。あ、自分の部屋もうダメよ。あ、誰、この部屋には面白い本がたくさん並んでいますね。 お嬢さんは本がお好きなのですか。謎の紳士が急に不法侵入だぞ。誰、おっと、そんなに警戒しないでください。私はただのセールスマンですよ。一人二役。セールスマン、おの劇場、うん、え、ハゲてる、ハーゲと申します。いや、オーガオーガ。以後お見知りおきを、お嬢さん。イケメンっすね、なんかツルツル、なんかこの髪型が逆にセクシーですよ、逆にね、脱毛してるのかもね。あ、かもしれない、しかし困りましたね。まさか館全体に屍が徘徊しているとは、屍ってさっきのお化けのこと。まるで絵本の中に出てくる怪物みたいだった。どうしていきなりあんなお化けが。呪いです。呪いなんだ。君が見たものは君のお父さんによって実験台にされた被験者たちの屍。うわ、あ、お父さん、憎しみを抱き死んでいった者たちが呪いの力によってこの世に蘇ったのです。やっぱマッドファーザーだ、君のお父さんに復讐するためにね。そんな、さっきの夢はお父さんだ、お父さんを助けなくちゃ。行かなきゃ。なぜです。うん、君のお父さんは自らの欲を満たすためにこれまで多くの人間を実験にかけ殺めてきた、これは報いなのです。君も気づいているはずです、お父さんの正体に。それでも彼を助けたいと、結構大変ですね。いや、二人で賄うと大変ですね。おやおや、彼女にはまだ理解できないのかもしれませんね、彼らの苦しみが。やっぱね、まあそれは結構報いだよね、本当にね。お父さんを助けに行かなくちゃ。自業自得みたいなとこあるよね。いや、ちょっとさっきのイケメン気になるな。カラス？カラスに声をかけるとこれまでの物語を記録することができます。ほう。異変に満ちた屋敷には至る所にゲームオーバーの罠が仕掛けられているので、なるほど、こまめに記録することを心がけましょう。はい、あ、セーブポイントだ。よし。はい。
あ、いいっすね。セーブ。あ、いっぱいあるね。はい。セーブポイントが。よし、行きましょう。ここは2回。チェック。チェック。お、チェックポイントいっぱいある。チェック、チェック。ここは？ここ？あー、なるほど。入れるところはチェックがついてる。あ、え、下！お、うまい！すごい！今ちゃんと反応できましたね。危ねえ。そういうシステムか。やば。危なそ揺れてた。言って踏んでたかも。うん。うわ、タイムコマンドね。赤いもやがかかるとタイムコマンド来るぞっていうことですね。なるほどなるほど、はい、この人形はこの人形はもうほんとトラップなんだよ。トラップなんだ。うわ、地下室やねんか。廃棄された人形の山。さっき来た時はこんなのなかったのに、このままじゃ進めないわ。これちょっと謎解き要素もあるんだ。お父さんの研究室に行く方法を考えないと、うん、なるほどね。考えよう、行こう。え、なんか動いた。うわ、うそ、自由か。やば、怖ぇ、怖ぇ。言ってますか。でもどうしてお人形が動いてるの。びっくりしてる。これも呪いの力なのかしら、うん、びっくりしてる時の顔今可愛かったっすね。可愛、うん、い、 あ、セーポイント。あ、結構いっぱいあるんだ。もうこまめにしとこう。こまめにね、うん、いろいろなんか調べるとこありそうっすね、うん、なんか鏡かな、そこなんだ、そこ、はい、はいはい、あ、そうとか窓だ。なんで青になる。あー閉めた、閉めた、見なかったことにしよう、うん、うわうわ、皮膚が立たれた犬。やばいぞ、ゾンビ犬だ、ゾンビ犬。近寄らないよ。うわ、そうね、近寄らない方が良さそう、うん、なんかいろんなところに調べられるポイントあるっぽいっすね。今ハテナあった。あれ、あ、出ちゃった。厨房なんだね、ここは。厨房ね。あ、油の入った容器を放置されている。ほう、なるほどね。あ、それ取ったら襲われるんじゃないですか。やっべ。いや、でもいけるっしょ。ジェムを手に入れた。うわ、あ、逃げた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 。あとで追い払えるようなアイテムをゲットしてから行くとか、はいはいはい、じゃないですか。バリケードが邪魔して通れない。ここはまだ、ここもまた後でだね。なんだろう今の、使用人小屋みたいな感じ。あれ、あ、でも気づかれて、あ、その取ったらダメだ。え、取って逃げたらダメなんですか。逃げてみる。あ、そこ何、そのハテナ、薪か。お、薪を手に入れた。薪手に入れてどうする。薪じゃダメでしょ、さすがに。薪取ってこいとかそういう感じじゃないでしょ、ね、取って左に行きましょう、すぐ。あ、いいいいいい、あ、よし、いい、さすがに追ってこない。おー、おい、なるほどね。オッケー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 、いい、よしよし、いいよいいよ。お、ジェムだ、ジェム。やばい、やばいぞ。来てる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 、逃げて逃げて逃げて。やばいぞ。いいっすよいいっすよ、うまいうまいうまい。オッケー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 、ナイスナイス。やばい。あ、もうそういう感じか。お、セーブしよう、セーブしよう。いいいいいい、お、うまいっすよ、ケンシュさん。はいはいはい、こっちも行ってみよう。 2D のもう申し子。お、誰、等身大の。絶対動くじゃん。地下に行くんすもん ね、まずはね。そうだよね、お父さんを助けに行かなきゃいけない、ね、鍵がかかってる。うわ、なんか動きそうなのいっぱいいな。浴室、うわー、うわー、うわー、なんかいる。何それ使ってんの。これでも取らない、取ったら何かが、ほら、そうだよね。やばいやばい、一回出て一回出 て、ね、うまいうまい。もう一回入りましょう。もう一回入ったら、あ、消えてるね。いやー、そこね。ここはね、そうね。いや、あれ、あれは、あの浴室の、うん、中身ちょっと調べてください。中身、中身、あの血だらけの。あ、これでも、これ調べらんないんだ。調べらんないや。なんだろうこれ、なんかちょっと人形みたいな、ね、なんか人形がやっぱちょっとキーだね。キーっすね。人形に魂を入れる実験をしてんのかな。あー、可能性あるな。あ、衣装部屋、それでお母さんを蘇らせるみたいなのとか。お、なんか靴があるある。そこのドレス、人形用のドレス。このドリル、ドリル、このドリル、このドリルボロボロだから捨てるってマリアが言ってたけど、うん、なんだかもったいないな。なんか大切なんですかね。うーん、いや、人形用のね、はいはいはい。ちょっとなんか隅々までね。あんまり、うん、鏡も、うん、あれ、なんかドサってなっただけか。なっただけっぽいね。左の鏡。あっ、やばい。あー、やばいぞ。始まってるよこれ。あ、これね、変化なしね、うん、変化なし。ここはいいのかな、いきますか。ここはなさそうだね。よし、うわ、結構なんか本格的な謎解きっぽいな。ーあー、来てる来てる来てる。あー、そこダメなんだ。
はい、いやでもあいつらが出てきたあの左下のとこ行ってみたいですよね。あ、でもここも行ってないかも、ま、こっちまで行ってないね。え、なんだこれ、え、なにこれ、これ何、これもこれは特に、あ、特にだね。なんだろうこの緑色の、ここは書庫、あ、書庫、鍵、鍵かかってる。これもなんもないね、うん、ってことはやっぱ下だ。あのあのね、絶対下っすよね。このやつらを巻きつつ、あ、いいっすよ。あー、いや、大丈夫大丈夫、いける、しょ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 、あー、応接室、怪しい、はい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 、セーブね、セーブして、はいはいはい、おお、はいはいはい、何何、あ、押せるんだ、なるほど、チェス、うん、え、なんかどっかに、あ、わかったわかった、え、なんだ、え、え、怖い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 、何の声、今声が聞こえたよ、そこの右上の光ってるところを、あー、なるほどね、椅子でね、はいはいはい、え、え、ガタン、なに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 、やばいんじゃない、やばい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 、あ、ケンシさん、やばい、焦らないで、焦らないで、左、右、上、下、右、下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 、左、上、左、左、上、左、上、右、左、上、下、左、右、下、上、左、右、下、右、下、右、下、下、右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 、下、ナイス、ナイス、あー、お前危ねー、おー、結構こういう仕掛けてくれるんだ、うぶね、あ、あ、ここ鍵あるよ絶対、お、金庫、あー、でも後で、あ、鍵か、鍵が、あー、開けられないんだ、とりあえず、じゃあその、え、とりあえず押しますか、椅子を、あ、一回下じゃないですか、これもしかして、これもしかして俺また一回部屋出てみる、ああそうだね、うん、一回ね、一回治ってるかもしれないです、あ、ほらね、あ、よかったか、びっくりした、びっくりした、あー、早くも積んだかと思った あ、ケンさんこれ押すだけっすよ、うわ、だから一発で一筆でいかないと、一筆でいっちゃうか、お願いします、オッケー、一筆検証、お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 、いいよいいよいいよ、わあ、もうもうもう、うわ、来た来た、はい、そして何をゲットするか、ああ、ここでカビ、カビカビってことは、いや、さすがにそこの鍵じゃないでしょ、まあね、一回、そうだよね、一回、一回だけ試してみます、シリンダー式だから多分暗証番号みたいな感じですよ、うん、鍵かかってるとこいっぱいあったよね、そうですね、あれどこだっけ、古びた鍵だからな、あ、体力は時間が経つと戻るんですね、戻るんだね、うん、お、あ、なるほどね、なるほど、はいはいはい、